サイズ3の話ですね。そう、L サイズで。アイフォン20とか28でじゃあ、はい。それがね、はい、それがちょっとね、ちょっと無理なところがあります。あ、はい、はい。すみません。うん、今現在その身幅が、はい、56センチあります。ごめんなさい。そうですね。56センチ身幅、はい。はい。で、それに対して肩幅が58。本当の価値って何なのってるんですか。それはちょっと買う、うん、作るっていう立場じゃなくて買うにでも着るにでも、うんうんうん、それ本当価値あんのっていう、うん、ね、ちょっとこうなんて思うのが多いよね。うんうん、自分でこう満足できる形になった時にやっぱりああ良かったなと思いますね。あ、なるほどですね。それまあ満足感というか、はいはいはい、それやっぱ作った人じゃないとわからないと思います。わからない。なるほど。それをまあ消費してで来てくださる方が喜んでくれればなっていう思いで皆さんも作ってると思います。どこそこでね、こんなことやってるから見てってなんて言うで、現場の百貨店さんとかね、うん、とこに行って見たらもうすでにバーゲンだもんね。あ、納品したばっかりで、もう合体したよ ね、 ね、でそれも僕は一生懸命きれいに仕上げをしてね、値札をつけてるんですよ。で送ってるやつがさ、もう本当ワゴンのね、ぐちゃぐちゃになって、だけどそれなんか本当に何週間前ですよ、うん、2、3週間前じゃなかったかな、出荷してね、納めたばっかりのものがね、もうすでにそこにあるわけですよ。やっぱ一針一針だから全てだからね、一歩一歩ね、本当の少し違っただけでも全然ね形が狂っちゃったりするから、結構皆さんも神経を使ってやる作業なんですよ。なるほど、はい、そうですね。例えばあのテレビなんかでたまたま弊社で作った商品がタレントの方がね来てたりすると、あ、これうちのだとかってねやっぱりね嬉しいですね。それ嬉しい。そういうことがやっぱりあのちょっとこうやるだけか、そうですね、それは感じますね。うん、本当あの僕らもね、うん、だん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 その一枚一枚作れるその力っていうかな、うん、そういうのがだん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 こう凝縮されてきたから、うん、余計にそういうことは思うね。いいんですよ、うん、作っておく、収めたら金になるっていうのがけども、はい、だけどね、ほんと大事なさ、ほんと時間もない、うん、ね、うん、そういう中で作ったものが、うん、本当に、ね、喜ばれてるのかどうかっていうのはね、まあ以前よりもそういうのは思うようになって、それは確かもしれないよね。本当に。